玉ねぎの、まあ、足というハンバーグ型です。つくねは焼き上がりです。これで一度保温しておきます。いつもモンマルトルチャンネルご視聴いただきありがとうございます。モンマルトル上村です。今日ご紹介するお料理、島豆腐を使ってつくね風のハンバーグ、和というか琉球のというかが一緒にこうコラボしたような一皿です。こちらをご紹介していきたいと思います。では材料紹介、じゃん、まずは島豆腐。沖縄はいつもスーパーでも あったかい島豆腐、出来たての島豆腐が並んでますね。この島豆腐とお野菜は玉ねぎ、生姜、枝豆入れようかなと思って、枝豆茹でて剥いてるやつです。鶏のミンチで、鶏ミンチだけでやるとこれもちょっと硬くなるんですよ。なのでやんばる島豚のミンチ、これ首肉ミンチです。油が結構多めです。すごくジューシーな感じで揚がります。調味料、お塩と胡椒とオリーブオイルで、ソースちょっとバルサミコを使ってやろうかなと思ってます。日本酒と醤油ちょっと隠し味です。全卵、ニンニクちょっとみじん切り、キノコは付け合わせで使おうかと思います。では早速調理していきます。はい、最初に豆腐ちょっと水切りしていきます。豆腐はちょっと水切りしやすいように半分切ります。リードペーパーに乗せてくるんで、ちょっと重しして、そうですね、冷蔵庫で30分ぐらいちょっと水切りします。でまず玉ねぎですね。玉ねぎ粗みじん切りで大丈夫です。玉ねぎの、まあ、足っていうんですけど、みじん切りにするときはこの左手の小指とかがこう下に来ないように気をつけてください。そうするとこう指切っちゃったりするんで、必ず包丁の上に手が来るような感じで、これぐらいです。玉ねぎのみじん切りです。はい、そしたら、通常のハンバーグはこう玉ねぎ鍋でよく甘みが出るまで炒めるんですけど、これはちょっと食感を残したいので、わざとささっと今日炒めていきます。オリーブオイル入れます。温まったら玉ねぎ、普通の玉ねぎはいつもこのようにこう弱火でゆっくりゆっくり甘みが出るまで炒めていくんですけど、これはちょっと食感残したいんで、まあまあ中火から強火にいただきます。ちょっとまだシャキシャキ感が残るぐらい、はい、これで冷ましていきます。その間にその他のものですね、まずお塩は通常のハンバーガーと 1%、1.1%、1.2%、 だいたい塩それぐらいなんですけど、これはそうですね、 1.2% で、はい、やっていこうかなと思います。胡椒は白胡椒です、はい、塩と生姜で、生姜ですね。生姜は絞り汁、使うので少しですね、生姜は皮を剥いて、そうです、皮はそのき汚くなかったらそのままでも剥かないでも大丈夫です、絞っちゃうんで。はい、これで全部塩、コショウ、酒、醤油、ですね。あとは枝豆、軽く刻んでいきます。これぐらいですよ。粗みじん切りです。大事なの忘れてました、大葉ですね。シソも入れます。シソも
こんな感じです。そしたら、材料と合わせていきたいと思います。ひき肉、はい、そこに、調味料ですね。お塩、塩、胡椒、枝豆、お酒と、お醤油と、生姜の絞り汁と、玉ねぎ、全卵1個です。ニンニク小さじ1杯ぐらいです。水を切った豆腐、はい、豆腐、豆腐も潰しながら入れていきます。はい、で全部練り込んでいきます。で全体がこう混ぜ合わさったら、シソです。シソも一緒に入れていきます。で全体がこうよーく混ざってまとまった感じですね。はい、こういう感じです。はい、これでネタの完成です。はい、そしたら、成形していきます。ちょっと手にオイルつけて、大体、まあ、1人前100、ちょっと大きめで 150g ぐらいで作りました。はい、で空気を抜いて、こういうハンバーグ型ですね。で真ん中だけちょっとこうくぼみ作って、これは真ん中が膨らんでくるっていうのもあるんですけど、芯の入り方を均一にするっていう意味でもこういう風にします。いいですね、このちょっと和風な感じがいいと。でこれで一回ちょっと冷蔵庫で軽く締めます。でこのネタ、ネタなんですけど、結構多めに作っても冷凍保存も可能なので、もし小分けしてジップロックとかに入れて冷凍したら2週間ぐらい冷凍庫で保存可能です。ではフライパンで鶏つくねバーグ焼いていきます。フライパンにオイル引きます。で先ほども成形したこれをで真ん中を押しましょう。ね、はい、で弱火でじわーっと火を通していきます。で、もう一つのフライパンは付け合わせのキノコ、キノコを想定していきます。キノコは沖縄県産のキノコ今日は用意してますね。エリンギ、舞茸、しめじ、平茸と、えのきです。キノコの時はフライパンを必ず熱してください。では繰り返します。繰り返します。フライパンが温まったら、火が入りにくいキノコから炒めていきます。エリンギ、平茸、しめじ、舞茸。キノコは基本的にあまり動かさない。固定する時その後にしめじ入れていきます。はい、ここで塩、胡椒、ニンニクをちょっとだけ入れます。はい、ここでキノコのソテーがこれで終わりですね。はい、こちらキノコのソテーです。つくねは焼き上がりです。これで一度保温しておきます。でソースですね、なんかもうあれなんですよね、ちょっと和っぽい感じでももちろん合うんですけれども、ちょっと照り焼きっぽい甘い感じがいいなって思うんで、ちょっとバルサミコですね。今このフライパン、つくねを焼いたフライパン、余分な油を切って
サビ。フライパンの中のこの焼いてこの何ですかね、旨味がこうこびりついてるんですよ。それをちょっとこう落としながらバルサミコを煮詰めていって、もうこれで美味しいバルサミコソースができます。ちょっとお醤油入れます。お醤油少し、キノコを引きます。いいっすね、キノコ。キクネバーにバルサミコソース、バルサミコソースを少しこれの上からもかけて、はい、完成です。ケンサンドリーのつくね風バーガー、温泉卵添え、試食いかせていただきます。いただきます。いやいいっすね、このプルプルプルってしてる温泉卵、最高です。いただきます。柔らかいですね。やっぱこのシソと枝豆がいいですね。とってもで、バルサミコがなんか照り焼きっぽい感じ、やっぱり日本人なんで、つくねだと照り焼きとか、ね、こう卵黄系、やっぱりこうイメージしちゃうと思うんですけど、それをこう温泉卵、こう温泉卵じゃなくても、なんですか、目玉焼きちょっと半熟にして焼いて上に乗せるとかも全然いいと思いますし、はい、きのこもグレーですね。おいしい。で、温泉卵なんですけど、大体この卵黄がとろっとする感じだと68度で大体23分ぐらいでもちょっとするぐらいですね。もしくは69度ぐらいで21分とか20分とか、でこう温度測ってやるの結構難しいんで、蒸し器で、温度調整付きのものがあれば簡単だと思います。で、できない時いろいろあるんですけど、炊飯器でもできます。炊飯器の保温、はい、これでもできます。まあ、いろいろ温泉卵ってやり方あるので、挑戦してみてください。またはポーチドエッグでもいいですね。モンマルトルチャンネルでもポーチドエッグ、ご紹介したことあります。そのポーチドエッグ上に乗せるでも全然いいと思います。ワインはこれいろいろ悩むんですけど、これロゼいいなと思って、リシャール・シュルラン、ね、これも自然派のロゼです。いいですね。あ、いいっすね、ロゼ。ロゼとこのつくね卵黄とバルサミコソースが絡んだ感じ、これ合いますね。美味しいです。で、このロゼはブドウはタナ 100% です。タナブドウ品種、はい、自然ハワインです。いいですね、これ。しかも保存性が高いっていう、作ってで少ない量を作るのってこういうのやっぱちょっと難しいんで、そうですね、最低ひき肉1キロ分ぐらいでやると、まあその日食べる分とあともう1食分ぐらいストックができるんで、ちょっと忘れた頃、2週間後ぐらいとか冷凍庫から出してきてまた作ったりっていうのもありだと思います。はい、今回の、鶏のつくね風ハンバーグ温泉卵添え、良かったと思う方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。はい、あとまた質問リクエストですね、コメント欄でもお待ちしております。皆さんどしどしお寄せください。では本日はありがとうございました。今後ともモンマルトルチャンネルよろしくお願いします。